皆さんごきげんよう。シュピールベルクへようこそ。紆余曲折がありましたが、初開催の1964年を除き、オーストリアグランプリは常にこの地で開催されてきました。1976年にはペンスキーのジョン・ワトソンがチームにとって唯一の勝利を飾り、オーナーとの約束通りヒゲを剃ったという逸話が残されています。優勝すれば25ポイント、タイトル争いを見据え是が非でも勝ちたい一戦です。標高700メートルに位置するレッドブルリンクのコーナー数はたったの10。シーズンで最も短いコースの一つです。一周はおよそ 4.3 キロ、1コーナー、そして上りながらタイトに曲がる3コーナーが最大のパッシングポイントです。では予選セッションの結果、各ドライバーの順位がどうなったのか見ていきましょう。昨日はしてやったりのバルテリ・ボッタスがポールポジションからスタートします。フロントローのもう1台はルイス・ハミルトン。残りのグリッドに移りましょう。ペレス、ルクレール、マックス・フェルスタッペン、ベッテル、ストロール、サインツ、アルボン、ダニエル・リカルド、ノリス、ガスリー、エステバン・オコン、グロージャン、ライコネン、クビアト、ジョージ・ラッセル、神風、マグヌッセン、そしてニコラス・ラティフィ。まもなくレース開始です。今日勝つのは誰でしょうか。はい、こんにちは、海坊主です。今回のね、 F1 2020 ドライバーキャリアモードね、第6戦オーストリアグランプリの決勝ですね。難易度90に上げたんでね、そのたった5を上げただけでもね、さらに難易度が上がってね、難しくなってるんですけど、まあこの空模様を見てもらって分かる通り、先行き怪しい感じですよね。このままね、曇りだけで終わってくれるならいいんですけど、まあ途中からね、雨が降ってきて、案の定まあ凄まじく混乱しましたね。で、順位はね、無理やり前に行かなかったんでまあ今ちょっとね、当たりましたけど、まあ順位は無理やり前に行かなかったんでね、そんなにジャンプアップはしてないです。で、今15番手ですけど、まだ暖気運転ができてないんでね、結構展開的には厳しい感じですよね。さっきじゃあヘアピンでね、前に追いついたじゃんって感じじゃないですか、首跡に。単純にね、ヘアピンで前が詰まってね、それでブレーキの関係上あんな風になったって感じなんで、まあ見てわかる通りえらい勢いで置いてから始めてます。まあどうしてって感じなんですけど、まあこの90ってところはね、多分俺のまあほぼほぼベストなラップで刻んでるタイムを平均的に AI が出してくると思うんですよ。なので早話、そんなにね、その一発のタイムでは出せるかもしれないけど、平均的っていうところでね、だいぶ苦労してる感じです。今も追いついたじゃんって感じだと思うんですけど、単純にね、ブレーキで渋滞してるだけなんですよね、前の車が。だからそのヘアピン区間を終わって、中高速エリアに入ったらね、また勢いよく離れていく感じです。とかあとはね、こっちがね、ちょっとしたミスをやるとまた離れていくって感じですね。で、まあもう画面にね、雨がポツポツとくっつき出したんですけど、で慌ててね、タイヤ、ピットインメニューで、まあ、タイヤの方を、まあ、インターミディエートに今変えながら運転もしてるっていう。そう、結構ね、まあ、走りながらいじくるんでめんどくさいんですよ。そうだから自分でね、このゲームでもめんどくせえのに、リアル F1 ドライバーはね、まあそれよりも複雑なことを走りながらやってるって考えると、やっぱとんでもないですよね。しかもね、ゲームでやってるんで横 G を感じない状態でやってるわけじゃないですか。だからリアル F1 ドライバーっていうのはね、そういう細かい作業を、それこそね、心拍数が運動状態にあるんで180とかとんでもねえような心拍数の中でこういうことを冷静にやってんだなって考えると、化け物ですよね、やっぱり。まあこれもね、以前マイチームキャリアの時に言ったことなんですけど、たびたび議論に上がるじゃないですか。昔のドライバーのが、その、なんていうんですか、そのドライバーエイドがついてない時代の車なんで、まあ、より過酷だったみたいな。現在の車はね、誰にでも運転できるみたいなことをね、昔のドライバーが言ってたりとかしますけど、
そう、それはね当てはまらないと思うんですよね。昔がすごい、今がすごい、そうじゃないんです。今も昔も両方ともすごいんですよ。ないないし、昔のドライバーの何がすごい、それはもう単純にフィジカルですよね。だから今の F1 ドライバーって体重とかも関わってくるんで、みんななんかモデル体型みたいにスラーっとしてるじゃないですか。だけど昔のドライバーっていうのはとにかくがっちり系なんですよね、全員。っていうのも結局重捨てだったりとかするわけで、とんでもなくハンドルが重かったりとかするんですよね。でなおかつね、ミッションも H パターンシフトだったりするので、まあより大変じゃないですか。でペダルもね、もちろん3ペダル、クラッチがついてますんで、そういう操作関係で関してはね、間違いなくその単純に運転するっていうのでは間違いなく昔の方が辛かったはずなんですよ、確かに。でも横 G はね、多分今に比べてそこまでないと思うんですよね。まあ明らかに今のがコーナリングスピードは速いですから、まあそのコーナリングスピードにね、まあよって G っていうのも上がってくるわけなんで、横 G に関しては多分今のがすごい。だけど単純に運転するハードさっていうのは多分昔のがすごいですよね。じゃあ何、今のドライバーはそのなんていうの、パドルシフトでなおかつパワーステがついてるんでハンドルも軽いで、ハンドルから手離さなくてもね全然運転できる。じゃあ簡単なのか、そうでもないんですよね。結局今のドライバーがまず一番多分厳しいのはドライバーあのポジションですよね、運転ポジション。そう、すごい足が上がってるんですよね。分かりやすく言うとね、頭の高さにつま先があるぐらいに足が上がってるんですよ、上に。でなおかつスペースもねすごい窮屈なんですよね。その昔からすると凄まじく窮屈な姿勢で乗ってる。でなおかつ横 G もすごい。でさらにその状況下でね、的確なね、あのハンドルのその操作をしなくちゃいけないんですよね。なんならね、もうコーナーごとにあのブレーキバランスをね調整しながら走ってたりとかもしますからね。やることが圧倒的に多いんですよね、走りながら。じゃあ調整しなければいいじゃんってところだと思うんですけど、じゃあその環境の中でね、あの調整できるドライバーがいたらどうしますかってことですよ。調整できるドライバーのがねやっぱり有利に働くわけなんで、だから調整できるようになんなくちゃいけないんですよね。だけどあのテストもね、機械が限られている。昔はねいくらでもテスト、あの走行ってのができたんですよね、プライベートテストとかも。だけど今はね、その資金繰りの関係のね、まあレギュレーションで、あのテストの機会は限られてるってやつなんですよ。まあいくらでもできるんだったらやっぱり規模のでかいチームがね有利に働いちゃうんで、まあそこがお金的に制限されてるって感じになってます。まあその代わりにね、あのシミュレーターってやつでね事前に練習できるようにはなってるみたいですけどね。まあそれもやっぱりチームによってね、規模によってそのシミュレーターの精度も違うんだろうから、いろいろあると思うんですけど、はい、ゲームの方はねとりあえずあのレインタイヤに交換しました。ここからはねもうグダグダです。まあ、何度も言っている通り、俺雨のレース、ゲームでの雨のレースってあんまり好きじゃないんですよね。まあ理由としてはね、ゲームぐらい思いっきり走らせてくれよっていうのがあります。そのピリピリ気遣いながら走るのがあんまり好きじゃないんですよね。単純にあと下手なんです。そう、やっぱアクセルはね、スイッチアクセルが一番簡単ですから。まあこっちもね、ちゃんとペダルワークしようと思って、アクセルワークもね気使ってるんですけど、それでもねやっぱ若干ラフなので、こういうコンディションになるとね、そのラフなペダルワークがまあ災いして挙動が乱れる原因もありますよね。はい、じゃあまあね、またじゃあさっきの話題に戻ってきますけど、まあ、あの最初の頃に言ったようにね、あのじゃあなんで現代ドライバーはそんなにモデル体型が多いのかって言ったら、これはね現在のその車のレギュレーションに関わってくるところなんですよね。っていうのもね、昔はそこまでね車が重くなかったんですよ。車が重くなかったんで、あの最低重量を満たすためには結構な重量のバラストを積んでたわけなんですよ。だから単純にドライバーが重くなればこのバラストを下ろせばいいっていう、それだけだったんですよね。それで最低重量を満たすような感じでなってたんですけど、まあ早話ね、なんでそんなにじゃあ軽かったのかって言ったら、まあ最低レギュレーションの重量も軽かったんですけど、
まあ車自体がね、今に比べたら何にもくっついてなかったっていう感じですよね。要は構造自体も当時の最先端の、まあ、衝撃吸収構造だったけど、安全基準が今ほど高くはなかったんですよ、今ほどね。でだんだんとね、そこの衝撃吸収構造とかのあれがまあ厳格になりだして、どん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 やっぱり車が重くなっていくわけですよね。でとどめになったのは2014年のあのハイブリッドパワーユニットになってからですよね。もう重量物であるバッテリー、これは絶対重量物になるんですよね。でなおかつあとモーター、そういうのをやっぱり積み出して、まあ、車のね重量が飛躍的に上がった。それによってね、最低重量、こちらはね若干引き上げられていたけど、それでもね、そのまあ大体のチームがね、そのバラストを積まないでもギリギリぐらいの重量で、チームによってはね若干オーバーするっていうぐらいの重量まで行くようになっちゃったわけなんですよね。で多分ですけど、まあこの最低重量っていうのはね、ドライバーの重量も込みなんですよ。だからあのいつも走り終わった後体重計に乗ってると思うんですけど、あれでねドライバーの重量と車の重量を合わせてその最低重量を満たしてるかっていうのを多分見てると思うんですよね。カートのレースなんかでも毎回のようにね、走り終わった後やっぱ重量を測るので、そうちゃんとねドライバーとカート込みの重量を測るんですよ、カートのレースでも。本当にねその最低重量をちょっとでも割ってると失格になります。だから F1 もねちゃんと走り終わって、このなんていうんですかね、だいたいあのレースをやるとドライバー体重軽くなるんですけど、それも見越した上での、まあ、最低重量を満たすためにだいたい計算されてると思うんですよね、ギリギリにね。だからそれでも少しでも重量を稼ぐために、あのゴールし終わった後わざわざねタイヤカスをタイヤにくっつけて帰ってくるじゃないですか。あれがねすごく重要なんですよ。あれついてるとついてないのとで、その最低重量を割ったり割る可能性もあるんで、だからあのドーナツターンやってねやめろって言われたりするのもそれです。タイヤカス全部飛んじゃうんでね。そうチーム側がドーナツターンをやめろっつうのはそういうところですよね。まあ、あの運営側の方がやめろっていうのは、まあ、いろんな事情があるんでしょうけど、なのでだからそこまでじゃあ重量的に厳しくなったら何をやるかって言ったら、もうドライバーの体重を本当落とすしかないんですよ。だからこそみんな今ガリガリなんですよね。本当みんなガリガリですよね。あのヘイローがついてからはねなおさら重くなったので、より厳しくなったんじゃないでしょうかね。そうでもじゃあ F1 以外のそのドライバーたちだって、まあ、みんなガリガリじゃんって感じだと思うんですけど、まああれもね結構簡単な理由です。やっぱりねドライバー自身が重いよりもドライバーが軽くて、でその軽い分、軽くなった分、浮いた分を何て言うんですかね、車にバラスト積んだ方のがその重量配分的にね整えられるんですよ。だから助手席のあたりのここら辺に積むとか、リアあたりのここら辺にくっつけるとか、そんな感じでね重量バランスを、まあ、いじれるので、まあ、できる限りドライバー軽い方のが、まあ、そういうふうな感じで有利に働くってある感じですよね。だからこそレーシングドライバーっていうのはスマートな人が多いってことですね。でなおかつ、まあ、できる限り背が低い方のが有利ですよね。もうその必然的に体重が軽くなるので、だから F1 ドライバーでいうとね、大柄なドライバーはその点で不利になる感じです。だからその点でいうと、まあ、今年デビューしたばっかりの角田君はね有利な部類に入るんじゃないでしょうかね。今 F1 ドライバーで一番ちっちゃいですからね。はい、まあ無茶なことをやったおかげでねフロントウィング左側飛んできました。はい、ってことでね、とりあえずピットに帰ってきたんですけど、もうすでにね多分ここで周回遅れになるような気がします。確か、まあ、せっかくだったらねあのタイヤ交換までしちゃえって感じで、まあこの後の展開はねだいぶグダグダになるので、またまたカットしたいと思います。はい、もうファイナルラップのね最終コーナー手前ですけど、まあ見事にね、まあ全開でビリな位置にいますそうですね、もうフロントウィング交換の時点でダメだしみたいな、最後はね開き直ってソフトタイヤでねアタックしちゃいました。タイヤカスを集めながら戻ってくれ、まあこのねタイヤカスを集めながら戻ってくれっていうのがその重量増しのためにまあ戻る感じですね。すごいですね、ジョージラッセルがドライバーオブザデイに選ばれてます。だいぶ波乱があったみたいですね。
レーシングポイントがトップ取ったみたいです。リアルでこんなのあったら面白いんですけどね。本当にこのぐらいね、意表つかれるレースがあってもいいんじゃないですかね、1回ぐらいは。本当個人的にだから望むのはベッテルに優勝してほしい。なんとしてもベッテルに優勝してほしい。本当に4連覇のチャンピオン、ここにありを見せてほしいですね。いや、ベッテル自体はそこまでファンではないんですよ。ファンではないんですけど、なんかいろいろ不憫すぎてね、本当にフェラーリ勢の待遇とかいろいろ不憫すぎてね、まあ、あの待遇になったのもね、結局結果出せなかったベッテルがね原因のような気がしますけど、あ、でも個人的にはベッテル結果出してほしいなと思います。はい、ってことでね、今回のオーストリアグランプリ以上で終了です。1位がねペレス、2位がフェルスタッペン、3位がルクレールっていうメルセデスがいないね、この表彰台、リアル世界であったらすごく新鮮なんですけどね。ハミルトンが4位のボッタスが8位ですよ。ほんとハミルトンが4位になるとこ見てみたい。本当に。はい、ってことでね、今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。